まあ今2勝2敗、まあでも最高のスタートはとは、言えないものの、まあそこまでネガティブにならずに、やっていく必要があるのかなと思います。ただこうホームでやっとできるということで、選手たちも前節から切り替えて、この開幕戦に向かっているので、すごく楽しみです。まあ本当にこう声援があるのとないのとではやっぱり、選手たちにこう伝わってくるものも変わってくると思うので、やっぱり、まあ、声出し応援が、解禁になって、選手たちもすごく嬉しいし、すごく力になっています。本当に町田もいいチームだと思いますし、ただまあ相手がどこのチームだろうと自分たちがやることをやって隙を見せなければ、必ず勝てると思うので、まあ相手をリスペクトしつつ、自分たちのやるべきことをやって勝ちたいなというふうに思います。やっと山形で、試合ができますので、絶対に勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。開幕戦勝ててなかったので、そこは勝てたことはチームにとって大きかったなと思いますけど、まあラスト2試合は負けてしまったんで、まあ、まだまだチームとしても個人としても改善するべき点だったり、もっと強いチームになるにはよりチームとしても成長しないといけないなって感じました。まあ、本当やるべきことをやって高い集中力を持って試合に臨むことが大事だと思います、はい、楽しみですね。ホームで、まあ、今回は首位の町だということで、こうやりがいのある試合だと思いますし、ホームで今年始まるってことは本当大きな試合だなと思います、はい。まあ、アウェーでも多くのサポーターの皆さんが現地に駆けつけてくださって、そのパワーっていうのをピッチで感じてるんで、よりホームで毎回勝てるようなサポーターの皆さんと一緒に勝てるように頑張りたいと思います。ポテンシャルは皆さん知ってると思うすごい選手なので、まあ、若いうちからこう日本代表に入って、ね、どんどん活躍して山形の星となってどん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 活躍してほしいなというふうに思います。前の推進力とかフィジカル的なところ、走力とか体の当たり負けしないとか、そういったところはすごいな。まだ若いのに、まあ、J2 で経験を積んで今 J1 の舞台でスタメンとして出てる、そういうところがすごいなと思います。